入院棟、昭和大学病院は東京都品川区旗の台にある医療機関。昭和大学が設置している8つの付属病院の1つで代表格的な病院である。8つある昭和大学付属病院の中の本院である。建物は中央棟、入院棟、東病院に分かれる。中央棟には診察室、検査室、手術室、処置室等及び 救急部門、医局、職員施設、管理、事務部門、病棟が入る。入院旨には、病棟部門の大部分が、中原街道を隔てた東病院には一部の、診療科と若干の病棟が入る。東病院は事実上は、昭和大学病院本院の東棟の位置づけであるが、幹線道路である、中原街道を挟み一定の距離があるので法律の、 陽性で別病院となっている。1928年、昭和医学専門学校の設置と同時に建設が行われ、1928年3月5日に、落成昭和医学専門学校付属委員として、同年5月15日に開院した。この不死は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。 昭和大学50年史には風俗委員と記載。患者様情報を含む情報端末の紛失に関するお詫びとご報告。昭和大学病院2020年1月10日、2020年8月14日閲覧。ありがとうございます。